先住民の水を守るための抗議運動、ナバホネーションと廃棄された、ウラン鉱山環境的レーシズム、環境的人種差別、環境レーシズムとは、少数派グループに、有毒廃棄物施設や軍事基地郊外、及びその他の環境汚染及び汚染源を多く、押し付けられている状況を示す。1970年代から1980年代にかけて、 米国で発展した環境正義運動の一つの概念で人種階層化された社会の中での実態や政策における環境的不正義を示す。例えば環境的人種差別は白人系住民が郊外に移住した郊外過後のインナーシティと郊外との間の不平等を指す。また国際間では先進国から発達途上国への汚染物質や廃棄物などの 輸出などの問題もこれに含まれる。この用語は、ノースカロライナ州王連軍の有害な PCB 廃棄物に対処するキリスト教連合協会の人種正義委員会の前委員長であるベンジャミン・チャビスによって1982年に導入された。彼は、環境的人種差別をこのように定義づけている。環境政策立案や規制及び法律の施行における 人種差別、巧妙に、有色人種のコミュニティをターゲットにした、有毒廃棄物処理施設、観光庁で公然と認められる我々の共同体における生命を脅かすほどの、有毒物質や汚染物質の存在、そして、環境運動のリーダーシップから、有色人種を排除してきた歴史。ノースカロライナ州でのこの事例に関する UCC、及び、 米国一般会計事務所の報告書は貧困にあえぐマイノリティの住居地域と有害廃棄物処理場が置かれた場所との間には明らかな関連性があることを示していたこのような実例にはレッドライニングやゾーニングも含まれるそのような地域では社会的経済的な地位政治的な代弁者と運動の欠落などがそこに住む住民を環境的人種差別から守ることを 難しくさせている。アメリカのアパルトヘイトと環境人種主義の遺産の中で、ロバート・ブラードは環境人種差別をこう定義づけている。人種、または肌の色に基づいて、個人、グループ、またはコミュニティに差をつけたり、不利にしたりする政策、実態、または指示を指す。費用便益分析では、費用と便益に、 金銭的価値を計算し問題を評価し、解決しようとするものであり、公共政策において重要な役割を持つが、そこに経済格差という要素が加わるため、貧困地域の被害をより安く見積もり、富裕層に有利な評価を弾き出す。このようにして貧しい地域に有害汚染物質の処理場を配置することを経済的に正当化する要因となっている。また、 貧困地域では、公衆衛生や医療と医療保険への平等なアクセスも制限されているため、その被害は甚大となる。1991年、当時、世界銀行チーフエコノミストのローレンス・サマーズによる内部文書が流出し、世銀は、環境汚染型産業をリスクが最も低コストで済む、最貧国に移転させるよう促すべきであるとする、主張が問題となった。 健康被害をもたらす環境汚染のコストは、罹患率や死亡率の上昇によって増加した疾病及び死亡のために失われる勤労所得額によって測定される。この観点からすると、健康被害をもたらす環境汚染は、最も汚染コストが低くて済む国々、すなわち賃金水準が最も低い国々で行われるべきである。 賃金水準が最低の国々に有毒廃棄物を投棄することには、火の打ち所のない経済的合理性がある。その事実を直視すべきだ。いわゆるサマーズメモと呼ばれる文書は、健康被害をもたらす環境汚染の被害に、賃金所得額の費用便益分析を応用し、環境汚染物質をアフリカなどの発展途上国に輸出することを直接的に示唆していたため、 有害物質帝国主義として問題となった。ニムビーとは、施設は必要かもしれないけど、我が家の裏庭には、持ってこないで、の略語。施設の必要性は、認めるが、自分たちの居住地域には建てないでくれと主張する、住民たちや、その態度を指し、それはマジョリティが、マイノリティに、危機施設、迷惑施設、嫌悪施設を無意識的に押し付ける態度を表す。 1971年、人種と経済格差と汚染物質被害リスクの関係に注目した最初の報告は、環境品質評議会の大統領への年次報告で、それは、ノースカロライナ州ウォーレン軍のアフリカ系、アメリカ人コミュニティでの有害廃棄物登記に関するものだった。1983年、米国総経理局の報告書、ついで、 1987年にキリスト教連合協会が人種と危険廃棄物施設建設の調査報告書を提出し、1982年 UCC 人種正義委員会の事務局長を務めていたベンジャミン・チャビスが環境的人種差別という用語を作り出した。これら一連の王連軍での動きがマイノリティと草の根の環境正義の運動に拍車を かける画期的な出来事となった。1994年、ビル・クリントン大統領の大統領令12,898は、特にそれまで白人中心だった、環境主義運動の中での政策上の、環境不正への取り組みにおける歴史的なステップだった。アメリカ先住民は土地を奪われ、リザベーションに強制収容された上に、さらに環境的不利益を押し付けられてきた。 高レベル核廃棄物登記場にされた、ゴーシュートのスカルバレーバンド。ウランの採掘場所になっている、ウエスト諸商人のユッカマウンテン地区。ピーボディ工業会社による石炭採掘のために強制移住させられたフォー。コーナーツのホピト、ナバホ。ウラン採掘が行われている、ニューメキシコ州ナバホの土地など。1830年、インディアン移住法と涙の道は、 米国における環境的人種差別の初期の例と考えられる。1830年の移住法の結果、1850年までにミシシッピ側の東部のすべての部族は西部の土地に移され、本質的に入植者や企業の注意を引くにはあまりにも乾燥、遠隔、または不毛の土地に限定された。アメリカ先住民が 軍から環境的人種差別を受けていることを示唆する証拠もある。あとに、第二次世界大戦中、米軍基地は、留保地に隣接して配置されることが多く、不均衡な数の最も危険な軍事施設が、アメリカ先住民の土地の近くに配置される状況となった。米国本土の約3100の軍を分析した研究では、ネイティブアメリカンの土地は、極めて危険とみなされる。 不発弾のある場所の数と明らかに関連していることが判明した。アメリカで最も危険な軍事施設が不均衡な数でネイティブアメリカンの土地の近くに位置するという状況になっている。また、アメリカや多国籍企業によって多くのアメリカ先住民の土地が廃棄物処理や不法投棄に使用されている。先住民と抑圧された国家の国際法廷は 1992年に会議を開き、米国の先住民グループに対する犯罪的行為の歴史を調査し、米国が北米先住民の領土での核廃棄物、有毒廃棄物、医療廃棄物、その他の有害廃棄物の投記、輸送、場所を故意に体系的に許可し、支援し、懇願し、共謀したと断罪した。このようにして、ネイティブアメリカンの人々の健康、 安全、身体的及び精神的な幸福に対する明確で、現在の危険を生み出した。ネイティブアメリカンの活動家にとって、現在進行中の問題は、ダコタアクセスパイプラインだ。石油や天然ガスを運ぶパイプラインは、ノースダコタで始まり、イリノイ州まで建設することが提案された。パイプラインは、保留地を直接交差してはいないが、 スタンディングロック数族の主要な飲料水源であるミズーリ川の一部の下を通るため問題となっている。パイプラインはよく破損し、パイプライン及び危険物安全管理局は2010年以降、石油及びガスパイプラインの3300を超える漏出及び破裂の事件を報告している。バラク・オバマ大統領は2016年12月にプロジェクトの許可を取り消し、 パイプラインの再ルーティングに関する調査を命じた。ドナルド・トランプ大統領は、この命令を覆し、パイプラインの完成を承認。2017年、ジェームズ・ボースバーグ判事は、スタンディングロック水族側に立ち、おあえ湖で最初に建設が承認された際、米国陸軍公兵隊が油流出の環境への影響に関するアセスを完了していなかったことを挙げた。 2018年10月に新しい環境調査が命じられたが、パイプラインは引き続き稼働している。ダコタアクセスパイプラインに反対するスタンディングロック数族が恒久的に閉鎖するための取り組みを続けている。軍事基地は最大の環境汚染源と言われながら、その状況と情報公開は、軍事機密や日本の場合はさらに日米地位、協定などに阻まれている。 テキサス州サンアントニオのケディ空軍基地。サンアントニオのケディ空軍基地は空軍の主要な航空機メンテナンス施設の一つであり、主にヒスパニック系人口の居住地域に囲まれた4000エーカーの土地を占有している。工部は、ジェットエンジンなどの航空機の様々な部品、付属部品、さらには各物質まで貯蔵し、 毎年28万2000トンもの危険廃棄物を発生させている。近くの住民は呼吸器疾患や腎臓病だけでなく子供たちが経験した異常な病気を何度も訴えている。後部に近い住宅街で行われた1997年の調査では大人の91%と子供の79%が鼻、耳、喉の問題から 中枢神経系障害に至るまでの状態に苦しんでいることが示された。科学者は1983年に情報を発表し、1960年から1973年にかけて有毒廃棄物が覆われていないピットに投棄されたことを明らかにした。ピット内の廃棄物には PCB や DDT などの地下水を汚染する様々な化学物質が含まれていた。 社会学者ロバート・ブラードが率いる20年間の比較研究は環境的に不健全な住宅、アスベスト問題のある学校、鉛塗料のある施設と遊び場がアフリカ系アメリカ人の共同体に汚染を押し付けていることを明らかにした。彼の研究ではアフリカ系アメリカ人の子供は白人の子供よりも鉛中毒が5倍多い可能性があり危険な廃棄物施設も 普通り合いに多く押し付けられている。ミシガン州フリント2014年4月以来、ほぼ57%がアフリカ系アメリカで特に貧困状態にある都市フリントの住民は環境保護庁の有害廃棄物の定義を満たすのに十分な鉛を含む水を飲み入浴している。フリント市が水園として独自の川に切り替えた2014年以前、ヒューロン湖はこの地域に 長年水を提供していた。バージニア工科大学の研究者は、2015年に、フリント川はた、ヒューロンコの19倍の腐食性があることを発見した。これは、水道水か、鉛を含んでいることを示していた。CNN によると、その薬剤の追加には1日あたり100ドルかかり、フリントの水に関する問題の90%は、使用されていれば回避されていたはずのものだった。 汚染された水を使う決断をした背景には、人種や貧困層に対する行政側の差別意識があったのではないかと指摘されている。エンバイロメンタルレイシズムソシオロジーリーディングホンダ、マサカズ、デアンジェリス・フースナゴ、環境レイシズム、アメリカ、ガンカイロウオイク,ク。ISBN4 から759263233、奥区5460万7547。 ありがとうございます。